あ、柔らかこれ。あ、おいしい。だってアグリカが見れてんだけど。早く言えよ。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。パパパを探してね。皆さん、ごきげんよう。新作サクレパン。今日は、今日は新作のセブンイレブンの食べ物食レポ。はい、今回はね、第2回セブンイレブンの新発売のスイーツの食レポをやっていこうと思います。ハッピー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 。はい、ありがとうございます。もういいよ。はい、じゃあどんなものをね買ってきたか紹介してください。今回はね、2種類買ってきました。まず、肉球のにゃんこパフェ。これ、プリプリじゃない？猫の肉球？うん。こちらは、きなこ餅。にゃんこ？にゃんこ系コラボ？きなこクリーム入り。多分2月22日が猫の日だからじゃない？あ、それじゃない？そういうことか。あ、じゃあ今日じゃん。うん、え、待って、今日じゃん。今日22日。にゃ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 。やばにゃ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 。猫だ！パパ、あれかぶって。え、どれ？猫のやつあるじゃん、黒いの。黒い猫、猫だから。これ、こっちの怖い系。猫の日だから猫かぶって猫かぶってんじゃないわよ。あんた猫かぶってんじゃないわよ。え、痛い、これ耳、耳。化け猫だ。でだから、だってアゴリカ見れてんだけど。やばい、顔が熱い。やばい、バケパパ。なに？耳やった、自分でやった。この中で音が、あだーって言ったら、ウケる。ほらね、パパ大きいでしょ、声。だから言ってるじゃん。ねえ、おくん。食べよ。食べよ。鼓膜死ぬかと思った。食レポ。こっちを食べますか？え、なんか変だ。耳、聞こえないかも。聞こえにくい。やばっ。違う、近く。大丈夫、俺いつもそれになってる。やばい、耳が聞こえにくい。もうこんな猫。こんな猫って言わない。肉球のにゃんこパフェから食べていきます。いちご&ミルク、はい、300円、税込み324円。おー、はい、こちらはね、215カロリー。意外と少ないね、もっとあるかと思った、うん、うん、私もパフェだからもっとありそうだけど。400カロリーぐらいあるかと思った。うん、起きたばっかりなんだけど。僕寝てました。そうだよね、お昼寝してたもんね。お昼寝、そう、今日遠足あったんだね。いちごピューレだって。和の生菓子って書いてるよ。ああ、取れない。いちご、いちごだもんね。いい香りします。クリームがありますね。え、これ柔らかいのからちょっとプニプニしてみたら。え、じゃあやってみる。うん、手に刺した。いや、パパも手洗ってがいいじゃん。うん、柔らか。え、え、じゃあ、プニプニ。なんかプニプニ。え、こっちを見た。こっちの肉球が、え、こっちの肉球にちょっと似てるんだけど。けど真ん中のはめっちゃ柔らかい。これはないよ、ね、なんかサラサラ、ふわふわサラみたいな、ね、この4つのちっちゃいところは、うん、こっちの肉球に似てる。似てる、似てるね。テンション上がった。真ん中のやつはさ、誰にも勝てない。奥の今これコチョ食べるってことじゃん。やばいやばいやばい。奥のほっぺと同じくらいかも、真ん中。あー、ふわふわサラサラみたいな。奥くんっぽいぞ。じゃあ奥くんとコチョ今から食べるってことかね。楽しみ、はい、それでは実食。あ、待って、サムネを。こうやって肉球、肉球パンチ。何その顔。オッケー。岩みたいになってた。小岩。小岩多く。小岩しない。いただきます。いただきます。いただきます。美味しそうです。肉球かわいいです。まず肉球から。肉球とクリーム。うん、肉球。うん、うん、もちもち、もちもち。え、いちごの味めっちゃするんだけど。あ、これ下のムース部分がいちごなんだ、これね。ピンク色で、肉球自体はちょっとだけ甘みのあるお餅みたいなね。あ、餅だね。うん、
すごい、こうなんかさ、ピンクのムースのとこ、うん、甘酸っぱい、うん、いちごだね。あ、甘すぎないな、これ、うん、下はなんだこれ、ちょっと食感あるぞ。マジ結構硬いぞ。うん、発掘一番底ゼリーゼリーでもちょっと固めのゼリーな気がする。美味しい。牛乳ゼリーみたいな。うん、うん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 、え、これ春だからイチゴってことだよね、旬だからね。けどこれでっかい方食べるとき気をつけてね。あ、待って、でっかい方クリーム入ってる。え、本当だ、ムース入ってるの。わわわ、すごい。これもう一気に一口でいこう。なんか雪見大福みたい。せーので、あのダイソン用意しておくから喉に詰まったとき用に掃除機で吸ってあげる。断面図見つけた。うん、こんな感じ、断面図。なるほどね。待って、もう一口で食べたの。うん、えー、うん、雪見大福溶ける溶ける餅です。これさっきね、姫ちゃん見せてたように、あのクリームが入って周りちょっと薄めの生地で包んでるって感じです。雪見大福みたい。うんうんうん、そうそう、溶ける溶ける。雪見大福のいちご味みたいな感じ。うん、溶ける。あ、これは喉に詰まらないな、うん、ちっちゃい方が喉に詰まりそう。気をつけてください、うんうん、お子様が食べる場合は。あの皮が薄いんだよね、うんうん、これすごい美味しいかも。パパの頭みたいに薄いぞね。本当だ。うん、美味しいね。これはパパ得点高いかも。私も、俺もなんか舐めてた可愛いだけでしょみたいな、うん、あのね、これさ、いちごだから多分あんま俺らめっちゃ甘ってなんないと思う、うん、甘酸っぱいから、このいちご。カロリー自体も200ちょっとだったもんね、これ。うん、これ、いいよ。これは、うん、高いぞ。うん、高いです、うん、まずね、このもち、もちもちの食感がいいのと、あと甘すぎないね、甘すぎないいちごを、なんだなんだっけ、なんでムースか、ね、これ気に入ったな、うん、あと下の食感ちょっと固めのゼリーみたいな部分、うん、クリームも好きなんだけどちょっと、はい、あっていいじゃん、うちら、うん、ね、理想のなんかこれ配合だ、ねね、これもうパパ言っちゃっていい。 Today's Pumpkin Pies 85点、あ、掃除機？えぇ、ー、決まった？いや、マジ？違う？なんか今一緒に繋ぎかけた。ああねえ、噛んでよ。息吸った時に笑ってでしょ？やばいっていうのパパよく気がついたでしょ。ま、もううんって言ってたもん、掃除機持ってきてたからね、走ってめっちゃ早いよ。なんだっけ、何の話したっけ。はい、85点でした。そう、パパにしてはさ、高くない85点って。美味しい、食べやすい。はい、じゃあ次、姫ちゃん、もう食べきってないけど、得点いっちゃう？いい？後で食べる？うん、本当に最後まで食べてよ。うん、吐き出したり捨てたりしないで、パパもう完食でございます。しないよ、余裕です。もったいないじゃん。食べてあげよっか。いいっすね。食べたいだけじゃないから食べてあげよっか。じゃあいくよ、ポイント。はい、プルーン。あ、まず先にそれじゃなかったわ。あとからだった。待って、一番最初それじゃないわ。プルプルって。やばい、はい、しっかり映っていってください。やばいやばい。な、なんの、なんだっけ。点数だよ。何点か言ってよ。そう、早く言わなきゃ。あ、そう、プルプル。どうぞ。早く言えよ。じゃあ僕言ってあげるの。で、詰まった？あ、違うか。詰まった。あ、詰まった。詰ま、詰まったか。あ、じゃあ上げますよ。うん。Today's all money for it. Damn, damn, 19-2. 90。おっと。え、過去最高じゃない？高っ！めっちゃ高い。なんかめっちゃ8割みたいな前髪が出て今めちゃめちゃ高いじゃん。うん、オー君どういうとこが良かったですか。
うん、甘すぎない。あ、食べやすいね。量もちょうどいい感じ。残ってるじゃん。じゃあいや。ちょうどいいって言ってまだ残ってるよ。うん、それと？あとね、甘酸っぱいから甘くないよね。それさっき言わなかった？はい、今次は。あと、詰まりにくい。餅がちっちゃいから。あの、詰まりくるよ。ねえ、ねえ痛いマジで。あとは食べやすい？うん。なんか餅の食感もめっちゃいいよね。美味しい。あと真ん中のでっかいとこもさ、餅、あの、指大福みたいで、うん、香り溶けるし、美味しい。じゃあ、奥いい？まだありますか、言いたいこと。ないです。はい、じゃあ、奥の92、ひめちゃん、どうぞ。Today's Himeki's Point。 ぬ、ぬって言った。ちょっと待って、ポイン、そうじゃなくて、ポイン、ぬって、ぬって言ったぞ。ちょっと待って、すごい最高得点です。ひめちゃんにお願いがあります。もう一度同じことをやってください。ぬって言って、もう一回ぬって言ってほしい。いけ。いらないしかなかった。水晶でなかった。あなたの未来はぬーで。早く言って、やっててぬって。はい、はい、来た占いババみたいな。ドラゴンボールの初期が。Today's Himeki's Point。 ぬってな。ちょっと待って、進化しちゃう。さっきまでぬだったのにぬって言ったんですか。92。あ、ポイント決まんないんだ。ぬって言ったよね。ポイーンと終わるのをポイーンぬって言って、で、今はポイーンずっと。まだ今回はね、はい、美味しいですね。はい、きなこ餅。はい、猫。きなこ餅。天才だよね。考えた人天才だと思う、マジで。きなこ餅。あ、待って、きなこの餅の中クリーム入りって書いてある。本当に？ちょっと楽しみですね。きなこクリーム入りだって、このきなこ餅の中。お値段197。あ、税込みね。ちょっと待って、97じゃないぞ。いや、197カロリーね。あー。で、税込み192円。はい。じゃあ1個あたりは197。あ、約100カロリーだね。まあ、はい、98.5カロリーでございます。うん、え、待って、なんでこれ私外しちゃったの？え、わかんない。これ外す必要なくなる、別に。ヌとかドゥとか言うから。やばい、もうボケてる。ヌとかドゥとか言うからね。きなこ餅。あ、え、待って、すごい、一緒にオープンしたかったのに。海鮮柄かわいい。柄かわいいよね、これ。かわいいね。すごい、きなこの香り、みんなわかる。そうそう、これ、オープンの右手も見て、ほら、ね、あー、あります。突き刺し棒あります。これね、猫ちゃんのフィルムがね、あります。これをね、かざせば何でも猫になるということで、ね、え、待って、さっきよりさ、フィルム別じゃん。パパにかざしたら猫にパパがなるよ。あー、キモい。待って、これさ、この餅さ、さっきより柔らかいか。ほんと？マジ？うん、すごく食べてみて。あ、めっちゃきにゃこの匂いする、きにゃこ。うん、うわ、落ちそう。オークのほっぺみたいになってるじゃん。オークのほっぺじゃないか、これ。これお皿にして。あ、じゃあじゃあ、いいよいいよ。コトン。うっさい、いつの間に。どう？あの、きなこの餅の中にきなこクリーム入ってる。ほんとだ。きなこの餅の中にきなこクリームが入ってんの？クリーム。きなこ？きなこ。きなこ。どっち？どっち？かなり違うぞ。じゃあ私もね、食べていきたいと思います。プルプルだね。うん。え、すごい、なんか掴むの難しいんだけど、プルプルすぎて。やばい、なんか。あ？何？やばい。
やばい、美味しいかも。あ、美味しいのか。待って、好きかも好きかも。めっちゃ柔らかい、うん、もう見た目も。やばい、もうなんかやばい。え、これあれ、雪見大福系、うん、溶ける、うん、溶ける、さっきより溶ける。じゃあパパもこのままいただくね、うん、でもスプーンで食べるよ、パパ、うん、あ、柔らかこれ、うん、これ、すっごい見てこれ、プニンプニンです。あ、なんか雪見大福が溶けたみたいになってる。うん、クリームがあんの、うん、中に、うん、美味しい、好き、かなり美味しい。あ、これはうまい。なるほど、これね、雪見大福の周りプラス中がクリームだから、うん、さらに柔らかく感じる仕様だね。なるほどね、なんか溶けてるね。うんうん、でもマジで好きだわ。かなり好き、これ。これもともとね、きなこ餅自体あの好き好きだからめっちゃ来た、ね、私も決まった決定。俺が言っていい？いやいや、どうぞどうぞ。いやいや、パパまだ今決めてるから、うん、大網ポイントドンなんなポイントなんでトゥデイズうんっおっまたびっくりした、気にすぎて UK ポイントうぅじゃん95! 95点、そっか、ほぼほぼ100じゃん。うまい、食べやすいし、私このぐらいの、はい、おいしかった、青子。おいしい、また始まった。両手バージョン、両手バージョン、ヌーからドゥーから次なんだろう。なんとかポイントのトゥデイズキニャキンズポイニャニャーってニャーって言ったニャーラスコー95。おー、95、同じですね。なんでニャーなの？猫の日だから。あーヌーからドゥーニャー進化しちゃう。いいね、おいしい、これ大好き、めっちゃ好きかも。いきますよ、2人とも95、95でしょ。うん、パパさっき85点か。うん、オッケー、言います。結構厳しいが、うん、だって50ポイント以上だったら美味しいからね。うん、51番じゃんと、もう美味しいグリーン。美味しいグリーン、うん、49点はちょっと待って、ちょっとトゥデイズパパケインズポイント。え、はぎっくり、え、ドキリマンショー、あ、待って、そういう時だ。花山かおるか。待って、あ、待って、悪劇か、待って、ここじゃない、じゃあこっち、ここよ。あ、反対じゃん、ちょっとここに出てた、あ、悪劇、あ、いや、よく悪劇、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 悪劇で、グリーンってこう痛いやつやん、悪劇。もう見たら手の形、これ絶対痛い方向向いてたよね。あ、ほら、パキパキ言う、パキパキ言う、あ、あ、ほら、悪劇ドキル版、ほら、壊れた、おい。え、もう一回出してみる。え、おい、奥に壊された。やばい、殺人事件。これ知らない人だったら警察呼んでもいい状態だよね、俺。ちょっと待て、いや、痛い痛い痛い。もういいわ、左手でいくわ。皆さん両手使えなくなっちゃう。もう一回行って、もう一回行って、もう一回行って。 Today's キニャンコ持ちのパパキンポン。長っ。ぬっ、あ、いた、ほら。いきますよ、78。あー、なんでちょっと下がった。あのね、美味しいんだけどさ、もっとパンチが欲しい、柔らかすぎる。
あのね、柔らかくてそれがいいのよ。パスタダックね、このきな粉の香りめちゃめちゃいいのよ。で、甘すぎないきな粉、それでこのイフミ大福の周りで、あんぐって噛んで中も柔らかい、これいいんだけど、もっとね、軽すぎる、こう、グッとくるものがないと。さっきのね、にゃんこパフェは良かった。うん、餅自体がグッとくるじゃん。うん、あと一番下の食感のあるゼリー部分、うん、またデココみたいなやつ、うん、またこれもしっかりとね、なんか食べたって感じするけど、これはなんか溶けていく感じがするから、あ、うん、あ、じゃあ心の中にきな粉ゼリーみたいな入れたら、なんだろう、また違うんじゃない、もっと餅だったらよかったかも、もうきな粉餅でよかったかも。きな粉餅があって、餅あるじゃん、で、クリームがあって、なんか雪見大福だから、あのにゃんこ餅あるじゃん、ちっちゃい、あれが真ん中にドゥンと入ってた方が好きだった。うん、確かに、うん、そんな感じでございますけど、とても美味しい新作でございました。うん、買ってみてください、皆さんも。これは損しません。うん、おすすめはどっちですか、ひめちゃん。これきにゃんこ餅、私もきん…ん?きにゃんこ餅で、同得点じゃん。うん、得点は同じ、買うとしたらきにゃんこ餅。うん、うん、パパはゼリーかな、ゼリーっていうか、でも私、このパフェ92点だよ。あ、そっか、俺も92点だよ。オーくん95点じゃなかった？あ、違う違う、これが95。あ、そっか、ごめん。ちょ、待って、もう一回さ、あ、いた、あ、いた、いた、いた、いや、まだ、まだ、まだ、いや、いや、まだいける、痛み、まだいけるってなんだ、痛みに耐えるゲームか、これ。うん、痛い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 、いや、ホラーってなんでこれ、痛い痛いでしょ、痛いでしょ、ホラーって何、治ったでしょじゃなくて、それが何、うん、今回さ、前回に続き、セブンイレブンの新発売のスイーツだったんですが、またなんかさ、ローソンとかファミリーマートとかなんかいろいろあるじゃん、コンビニね、ミニストップとか、うん、そこの新作もね、できたらいいなと思います。どうですか、ひめちゃんくん、あまりやりたくないですか、やりたいですか、やりたいです。トゥデイズ、やりたいかやりたくないか、ポイン長ぬんなポイン長ぬんなって言われました。ポイントとか関係なくない、やりたいやりたくないって絶対やりたい。はい、じゃあまたね、第3弾やっていきましょう。じゃあコンビニ関係なくね、新発売ということで、新商品はどんどんやっていこうと思います。まったねー、バイバーイ。ドゥンヌドゥンニャン、おやみなさん、まだしないに人のとこないって今回のパパ子はここにいたわよ。みんな分かったかしら。それではみなさん、ごきげんよう。グッドボタン押してね。また動画も見てね。小さい頃の動画も見てね。